ただいまより第7回のシークコンテストの方を開催させていただきたいと思います。途中経過など3度ほど、見ていただきました。シークコンテストもですね第7回を迎えることができました。購入者様また購入者様以外の方もですね楽しんでいただける企画となっております。春先から、秋に向けての飼育過程などを楽しんでいただいたこのイベントなんですけども、どのように炭が出ているかなどどのように紅が上がったなど、昭和の炭の変化なども楽しんでいただきたいと思います。例年はですね審査員の先生を1名様でやってたんですけども今回は、3名の先生を、にお越しいただきました。まず、ご紹介したいと思います。近藤養魚場代表近藤先生よろしくお願いします。大日トヨタ店店長真野博さんよろしくお願いします。一藤さんよろしくお願いします。吉田さんですよろしくお願いします。はい、じゃあ、まもなくですね、今からですね、厳正な審査の方を始めさせていただきたいと思います。今日は日曜日に撮影してますので、若干ギャラリーの方も見えておりますがその辺もですね、途中で見られるかなと思います。はい、じゃあそれでは始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じっくり見ていただけましたでしょうか。はい、はい、じゃあそろそろですねノミネート鯉の方を、上げていきたいと思います。ノミネート鯉はですねこちら別のたらいの方を用意しておりますのでまあ何本でも構いませんので気になる鯉ありましたらどんどん上げていただきたいなと思っております。はい、はい、じゃあどん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 上げてください。僕はいろんなことを喋ろうかなと思っておりますが あのほら真ん中に住んであるやつ一応今回3名の先生を呼びしておりまして、1対1で割れた場合は、班長の近藤先生の方が最終的に決めていただくような形となります。あ、これに これは、はい、どんどん上げていきますね。はい、どうでしょうか。炭の方はだいぶ出てきたように僕は思うのですが、まあ途中経過の動画などとも比べていただいたりとか、まあ春の販売の時の写真などと比べていただいて、炭がだいぶ出てきたように勝手ながら思っております。これどうか。どうしてもですね、見ていただく通りこのように日が抜けてしまったやつもあります。しかしまあ色はですね、今回協賛いただきました日動さんのですね、新発売いたしました赤富士というものを使いました。この度赤富士ご使用いただきました。いえいえ、どうもありがとうございます。光栄です。いろいろ色上げも試しましたがこの赤富士っていうのは非常によくこの見ていただいた通り色が均一に上がっております。で、まあ、それほど黄ばみもなくですね綺麗に整ったなと思っております。まあお客様のところに間もなく発送しますが色の感じを見ていただければ大体どういったイメージになったかっていうのが分かるかと思います。でまた今回はですね日動さんのシリーズを使って、まあ、赤富士から富士桜その後に冬富士などを試しまして結果的にはこの使い分けでですねなんとなくこの炭の感じも良くなってきたのでそういったことも餌で多少変わってくるんじゃないかなということは最近ちょっと思ってきました。さっき富士桜使ってる方が、はい、その炭を上げるってことはできないんですけど、はいはい、やっぱ健康風土なのでなるほどやっぱ血筋が良ければですね、はいまあ、炭が出てくるっていう生産者の方、健康の方もいらっしゃいますね。管理する餌っていうことでそういった件もあったのかななんてことも思います。結構夏場は炭があまり出なくてちょっと心配してたんですけどこのようになんと審査もできるようになったのでまあ映像的にもどうでしょうか。撮影者の一言いただきたいなと思うんですけど、はいはい、あまり喋らずに撮影に参加しましょう。頑張って。今2,4,6本上がっております。はい、じゃあノミネートの鯉も、ノミネートの鯉今こちらが上がっております。買われた鯉上がってますでしょうか。はい、まだどうですか。もう少し
気になった声がいたらどんどん上げてください。まずは順位つけてからでも構いませんし、これをつけてから、はい、はい、まあ、10本ぐらい上げてほしいですね。じゃあ10本ちょっと上げましょう、はい、今7本であと3本ぐらい上げていただけると、はい、サイズもだいたい同じぐらいに今調整しましたので、なってきましたね。今もおのさんどうでしょうか、例年と比べて仕上がりどちらですか。はい、そうですね、今年は昭和ばっかでやらさせていただいたんですけども、まあ、あんまり赤すぎず、まあ、照りがあって柔らかい感じになってるから濃いが見やすいです。ちょっとまだ時期的には少し、仕上がりも早いなと思いますけども、今日はあの昭和の大先生の真野先生もお越しいただいておりますので、後ほどこの候補の総合の声とかのですね、あのコメントなどもいただきたいなと思っておりますので、その辺も、はい、よろしくお願いします。今なるべく声は大きくしていただきたいと思いますけども、みたいに今はつぶやいたんですか映像をいただいてますけどもこれいつから始まってんの。これは6月ぐらいからですね。まあ、仕込みの段階は春の段階からやってますので約4ヶ月。そうですね、で、まあ、4ヶ月ぐらい前から仕込みはしてまして、で、まあ、今回この餌は 100% この共産の伊藤さんの餌を使わせてもらったんですけども、まあ面白い結果は出たななんてことは思いますよ。結構昭和って2番手とか出やすいんですけど、ほとんどこれ出てないんですよね。でまあ、この色が飛んでしまったのは本当に僕のこれは飼育なのかでかくなりすぎたのか、うん、でもなかなかこんなまとまってみんな良くなってこないからと思って、まあ、平均的にこう揃ったので、うん、ちょっとまあ良かったかなと。だからまあ今回これほど先ほどからも30分ぐらい見てますけども悩まれてるのかっていうのは見てて飽きないですよね。あ、楽しいですよね。どう、まあ、上げてもらって下げてもらっても構わないので、ここで数が多すぎるとちょっと見づらい点もありますので、まあパパッとそうですね、ちょっと気になるのを上げて、また後で副賞などのもご準備しておりますので、上げすぎちゃうとまた今度こっちに悩んでそうですけどね。じゃあまあ一点これでよろしいですか、はい、じゃあ、一度、これでノミネートプールの方に移動したいと思いますので、一度これ止めさせてもらいます。はい、まあ、ただいまよりですね、上位の候補が決まってまいりましたので、まあ、ここの桶に、上位候補を残して審査したいと思います、今回はですね、3名なのでいつもよりものすごく時間がかかっておりますねもう、今ずっと見てたんですけど、皆さんも本当にそのやり取りもご紹介したいと思うんですけど、今これ何を、とりあえずあれですね。そうですね。一辺悩んだやつを残して、はい、はい、はい。今これ外してるのは選ばれたのではなくて、残ってるのが候補に最終的に残ってるということですね。何本の5本残されますか。あとそれどうしようかなと思う。決まってるやつ。班長にお任せします今回は。これ。やはり皆さんこの真剣にこの先生方の顔を撮ってほしいですけどね、かなり真剣にやってますね。まあまあ、この中からまず、はい、まあ、挙手して、はい、そうですね、一番を決めていかないとなかなか決まらないんで、じゃあこの6匹の中で挙手しますか。はい、で決まったやつから抜いて次を見てというやり方で、挙手か、挙手か1番のやつを指さす、一斉のでね、一斉の2票入れば確定。そうですね。
じゃあ、自分が一番だと思う魚を、はい、まあ、今から指を刺します、はい、割れた場合は割れた場合は、入ったやつから今度選ぼう。そうですね、バラバラに、そうだよね、本当にもう皆さん決まってやってみましょうか、やってみましょうか、一回ぶつけ本番、すいません、はい、じゃあ、今年度の1位を、全体総合優勝を決めさせていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。指さしてください。せーので、これおー、すごい満票ですか。満票ですね。おー、すごい。昨日事前に夜打ち合わせしてますんで。ないないです。息がバッチリなんで。初めて見た。今日のコンテストの、うん、じゃあまず一番の話した感じでは割れるかなと思ったもん。もうこれもう自分、まあ炭の位置もいいですし、インパクトありますね。うん、旗もいいし、はい、白地も綺麗ですよね。じゃあ一番を隣のプールに、ま、入賞プールに入れさせていただきたいと思います。はい、じゃあ2番もそういうやり方にしますか。しますか。うん、それがいい。まさか満票とは思わんかった。僕111ぐらい。俺111になった時に、まあ。はい、まあ、一応僕権限もらってるから1票残すとして、 その2人が指さした方の1個僕が決めて争うっていう、そうしましょう、はい、みんなに割れちゃった時ですね。そうですね。でいいですか。はい、じゃあ、総合2位の方を決めさせていただきたいと思います。よろしいですか。はいはい、じゃあせーのお願いします。あ、これ、はい、2票入った、2票入りました。はいはい、じゃあ総合2位がこちらですね。綺麗だな。そうですね、いい色してますね。悩んでくださいね。5番までだね。そう、5番まで、はい、だからこっからあと3位。こう平均して色もよく上がって炭も出ておりますね。3番決まってますでしょうか。はい、OK、僕も OK です。 OK です。いいですか、はい、せーの、はい、あ、来た。これですね、炭の出てる、はい、はい、これが3位。まあ質が本当にいい子ですね、この子は。まだですね、炭があれですけど、今からですね。あ、そうか、それ将来性も考えるんだよね。うん、いや、まあ、品評会なんでね、こればっかはあれなんですけど、3番、次4番ですね。決まってますか。うん、はい、じゃあ行きます。いっせーので、はい、僕の大きいのが総合4位。はいはい、これもまだ炭がもうちょっとすると一気に良くなりそうな感じですね。はい、残ったのが2匹です。はい、これこれの持ち主の方ドキドキしますね。そうです。あ、そうか。入賞か外されちゃうかなんだ。まあでも1匹はこれ特別賞、もう確定しましょう。そうですね、はい、そうですね。これなりに結果が最初に出るの、動画流してから結果が出るの。同時ですね。同時に出るの、はい、じゃあドキドキしんや。そうです。じゃあ動画を先に流しましょう。動画先に流しましょう。で、また雑誌にも載る予定しておりますので、うん、動画を見ていただいた方がいいですね。写真は、翌日にします。はい、はい、じゃあよろしいですか。決まりましたか。第5位、本年度第5位ですね。はい、はい、せーの、はーい、結構割れないもんですね。はい、こちらは割れもんだね。いや、もう割れもんだね。チームワークバッチリなんだ。チームワーク。じゃあこちらは、特別賞にいただきたいと思います。じゃあ特別賞で、さっきあげたやつもこれ順位つけるんですか。決めない。特別賞は、特別賞は何があるの。ちょっと待ってくださいね。まずこれ、はい、特別賞を何にし、の特別賞にしましょう。あ、じゃあこれは後で決めますので、これも特別賞に入れます。これまず、ここで動画切れさせていただきます。はい、それでは、先ほどの、6本目の鯉につきましては、JPD の社長がお気に入りということで JPD ショットさせていただきます。さて、ここからはそうですね、まあ、ポイント以外に副賞で、お楽しみの餌が
お届けするということで、今から選ぶ特別賞についてはポイントプラス、はい、餌が当たる、はい、各審査員の方、そして、私、ライブ小衣装を一つ、そして、山本さんが選ぶのが、はい、1本ということです。山本さん、どうぞ、はい、私 JPG 賞選んじゃったんですけど、いいですよ、原因だったらいくらでも出しますんで10問選んでいいですか、もう1回。いいですよ、じゃあ、はい、かりました。じゃあまず4問を選んでからそうですね、特別に今回はまあ選びたいんで5本ぐらい、じゃあ社長に選んでもらいましょう。吉田さんは声が好きですね一番真剣に。じゃあうちの餌は、はい、じゃあ僕からいきます。やっぱ選ばないと失礼かな。じゃあ、カメラマン、ちょっと僕が先にカメラマンなので先に刺してもらって、すごいの来るんじゃないですか、これ、ね、これですか、はい、ごめんなさい普通で、はい、おー、いいじゃないですか。おうわ ー、それが上がったこれちょっと僕のお気に入りだったのでライブ小衣装とさせていただきます。はい、後ほど撮ります。はい、じゃあそれでは続いて、僕まだ決めてないんで、あの大日さんか大日さん決まってる方。結構難しいですね、これね。難しい、数が多い、いっぱいいますよね。これはものすごい気に入ってるのがいるけどね。じゃあ、いや、かぶらんもん。じゃあいいですよ、あげてください。近藤さんお願いします。どれですか、ひろし君。じゃあ、ひろしさんお願いします。僕は先あげていいですか。なんだじゃあ私はこれにします。はい、これ後ほど、はい、どこかも少しお見せしたいと思います。さあ、じゃあ、広瀬さん JPD、はい、ちょっと待ってくださいね。まず、特別賞を選んで帰る。あ、すみません、ちょっとフライングしました、ごめんなさい。すみません、気が早いです。待てなかった。あの、声も好きかもしれないけど、目立つタイプですねじゃあ、俺の好きなのはね、はい、質と、あと切れ味、これおもうずっと、いやー、いや取られちゃったわ。本当、うん、いや、これ好きだったんすよ。俺もこれずっと気になって。となると、そうだな、難しいですね、これ毎日見てるんで、なかなか一本に絞るのが難しい、ね、難しいんで、なんかちょっと僕が選ぶのもあれなの、ちょっとなんかないですか、候補。一応審査員賞でしまして、どれにしましょう。やっぱり毎日見てたからこそ選ぶ、そうですか。そうですね、それがいいんじゃないですか。でもね、いっぱい選ぶろ、これいっぱい選ぶ、はい、ということなので、また特別賞を5本後で追加させていただきます。じゃあどれにしましょう。あ、なあ、いい、全部この自分で勝ってるとなんか思い入れがあるもんで、ね、選べる、なんか選べんすよ。その中でもひときわ良くなったなとか、これが長なっちゃいますよ、これいいですよ。ちょっとな、難しいな。じゃあ近藤さんと真野さんは特別賞ちょっとプラスアルファであるんで、あと、そうですね、決めといて、もう5本と言わず景品を任しといてください。待って、景品が足らなくなるじゃん、これ。任しといてください、景品が足らなくなる。じゃあ、任せてください。じゃあ、君のやったやつあげればいい。恋と一緒に。あとにじゃあ2本ずつぐらい、せっかくなんでね。まあ、気になったやつを。ね、はい、そうですね、僕は、じゃあ。まず、ちゃんと、懸賞、要は。まず決めて。賞金がある特別賞を。山本さんのところまで選びましょう。その後ですね、今度はあの JPD さんの、餌になると思うんですが、はい、そちらが、じゃあちょっと副賞としてつく特別賞の方を選んでいきたいと思います。リラックかな、どうすか。全然もういいですか。いや、結構積み決まったもん、うん、じゃあ僕これにします。はい、それではちょっと今特別賞に上がった鯉をさせていただきます。ちょっと明るいですね。ちょっと待ってくださいね。この5本ですね。はい。はい、まずこちらの鯉が、JPD 賞ですね。こちらの鯉。はい。はい。はい、うわ、これもよく決まってますね。
はい、で、ライブ恋賞が、ライブ恋賞がこちらですね。いいですね、この5本揃うとこれだけでまた審査できちゃいますね。そして大日トヨタ天賞、うわこれ体もいいですね。これでさ、ちゃんとさ、これだけ炭がいっぱいでね、炭で見せる子にちゃんと尻尾はさ、白地で留めてるよ、ちゃんと。さすがですね。さすが、保護者さんですね。近藤養魚場所、近藤先生所さん、どの辺がポイントだったんでしょうか。僕はやっぱりあの、紅質、デリー、やっぱり際の良さですね。炭はまだなんですけど、また炭いい位置につけていて、これから楽しみな声だなと思いました。この JPD 賞の解説もいただけますか。はですね、はい、あのパターン的にはもう伊佐さんっぽいし、はい、もう白地も綺麗なのこれだったんですけど、やっぱこう体型をですね、はい、やっぱ弊社商品を使って、がっちりこう、はい、がっちり育って、作っていただければもっともっとレベル高い子になるんじゃないかなという将来性を見まして、はい、JPD を使っていただかないといい子にならないです。そういう意味も必要でして選ばさせて。でもどうですかこのシリーズ。一回締め出してもらえます。一通りこのシリーズ使ったんですけども、まあまあまあ良かったんじゃないかなってことを思っております。はい。そして最後。最後。飼育担当者賞。なんか賞らしくて好きでした。うん、はい。です。はい、それでは、1回切って、はい、特別賞の方ですね。追加の特別賞の方を選んでいきたいと思います。はい、それでは、特別賞の、さらに特別賞、はいはい、を、今回は、協賛の JPD さんの方に、さらに景品の方を出していただきましたので、各審査員の方、2本ずつぐらいですね。はい、さらにここから特別賞を選んでもらいたいと思います。それでは先生方よろしくお願いします。はい、お願いします。そうですか、気になったのさっきいいんじゃないですか。そうですね、はい、どんどん上げてきます。はい、どうですか審査してて雰囲気とか。そうですね、やっぱり選びきれなかったんで、はあ、はあ、今回予定しなかった特別賞、さらに特別賞ですね。さらに特別賞。説明しよう。え、どれをこれ、まあ、こっち入れてからじゃ。あ、そう、はい、じゃあ俺は、副賞の方は恋と一緒に発送させていただきたいと思います。はい、やっぱりその質がいい子だ、これ結構質がいいから、はい、やっぱ鯉のサイズも大体揃ったので例年より見やすいかなというのもありますし、昭和ばっかりやって比較がしやすいかなっていうのはあるんじゃないですかね、まあレベルが揃ってるから難しいですね。気になったのあったらあげてくださいね。まあ、本当にこの企画はですね、今回あのエントリーが、70匹とかなんですけども、実際に、参加していただいたあのエントリーの時点でですね、多数の入札いただきましたので、覚えてくださっている方もたくさんあると思います、はい、今回は本当に参加、まあ、購入いただいた方の数でいうと今までで一番多いかもしれないですね。そうですね、ほとんど発送してないですしね、はい、いつもですね、お一人で5本とか6本とかですね、たくさん買われる方が結構いらっしゃったんですけど、ね、今回は1人1匹に。そうですね、まあ、ね、入札だけでもね、やっぱりしていただいたりとか、実際春に画像を見ていただいたお客様が、あの鯉、自分の好きだったやつが結構このようになったというのも、その本の企画の特別な目なので。楽しんでいただけたかなと思います。でまた実際にこのように審査の風景、また審査、その恋のですね、評価などもいいかなと思います。あと1本、
割と締め買いしたんですが、ふっくら、したなってなと思うんで、結構締め買いすると痩せてるっていうところあったんですけど、なかなか全体的にバランスもよく見ついたかなと思います。これを言っていただくと嬉しいです。締めてる時になったら竹が細くならない。そうですね、まあ、見ていただいた時結構あのお腹の方までボリュームついたんで、まあ本当に何度も言いますけど、まあ使ってよかったなってと思います。はい、いかがでしょうか社長の方です。はい、すみません、なんかずっと待ってました。俺でもさっき選んだからな。もう一本もう一本ですか。もう一本じゃちゃった本に行くか、なんか選ばないよ。なんだ、全然拾えるもう一本拾っちゃいますか。できたよかったから、今イベントしてもいいぐらいだね。そうですね、いっぱいいっぱい良かったの。来年は大日トヨタ店さんの声なんかでやれたらさらに楽しいイベントができるかなと思うんですけども、来年は近藤さんの作られた声とか、はい、大日さんの作られた声とかでやっても面白いかなと思います。はい、はい、じゃあ、決まりましたので、ちょっとしましょうかね。はい、こちらの2、4、6匹が、特別賞の特別賞、はい、特別 JPD 賞ですね、今回は。特別 JPD 賞、敗者復活戦賞。はい、協賛いただきました、JPD の社長様の方からですね、副賞の餌をまたもらいました。はい、なので、こちらのコインについてはあの特別賞のポイントの方は、はい、つきませんが、コイと一緒にですね、餌、ね、の方を送りさせていただきますので、ぜひ、これからの仕上げにもね、そうですね、お使いいただければ。まあ、見ていただいた通り、まだ炭がですね、未完成なので今回、総合にはかなわなかったんですが、よく見ていただくと、あの下に炭がまだ準備しておりますので、これから1ヶ月したらですね、賞を取ったコイと逆転する可能性十分あると思います。また今回ですね、選ばれなかった鯉もですね、まあ、僕の口から言ってもあれなんですけど、まだまだ未完成な鯉とか、まだ仕上がり不足の鯉がのため、上がらなかった鯉もいるかと思いますので、今後発送させていただいた後にですね、ご自宅で仕上げていただいて楽しんでいただきたいと思います。はい、じゃあ最後に、どうでしょう、審査員の方一言で最後、はい、じゃあ山本さん、近藤さんがこちら全体のと、はい、一言やっぱり、はい、支部長、まあ、今ちょっとこれで審査終わりまして、あの本当にですね、今回出ている魚ですね、あの艶が良くて本当に見やすい、鯉でした。本当審査、悩みましたけど、もう本当に、いい仕上がりをしていたと思います。まあ以上です。それでは真野さんからも一言お願いします。はい、まあ、今回この伊佐さんの、飼育コンテスト、はい、で、まあ、最初のスタートの時期見てないんですけど、まあ、これだけの期間あの潜水で飼って、もうここまで崩れずにまた綺麗に、できたのを今日審査で見て、自分もびっくりしました。そして賞に上がった声もよく仕上がって、しっかりした声が上がっていますが、山本専務が言った通り、今残念ながら賞に入ってない声でも、まあ、今後墨が出て、これから活躍していきそうな声もたくさんいます。まあ、今後のこの声全部がまた活躍するのを期待したいと思います。はい、それでは共産いただきました、はい、いただきました、はい、もう今日はもう楽しく声を見させていただきまして、お招きいただきましてありがとうございます。やはり伊佐さんの本質とですね、あと成田さんの潜水技術、まあ、それにですね、弊社JPD フードを使っていただいたってことを非常に光栄に思っております。まあ、弊社の餌のこだわりは本質をいかに健康にこだわって本質を引き出すっていうのが、まあ、ポイントで、今日それが、まあ、結果として出てるんじゃないかなと思いましたので、大盤振る舞いで特別賞まで出させていただきましたので、はい、今後も弊社 JPD をよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。は
はい、先生方、ありがとうございました。今回今年もですね、シークコンテスト無事に迎えることができました。入賞された方、お客様、本当におめでとうございます。まもなくですね、声の方も発送させていただきますので、今後ですね、飼育していただいて、大きくしていただいてもいいと思いますし、このまま仕上げていただいてもいいと思います。また来年もこういった企画を考えていきますので、何度も申し上げますが、購入者様、または購入できなかったお客様もですね、みんなで楽しんでいただきたいイベントを考えておりますので、今後ともライブ会の方よろしくお願いいたします。本日はご視聴長い間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。